やっちゃいますか？ もう一回やんの？もうそれでも多分もう一回やってもこっちの方が早いと思う。デッキ変えてやります？キ変える？ああ、ええけど、デッキ変えたら今きつい。今 そんさ、なに体調悪いんですか？ いやー別に、いやまあそんなでもないけど、デッキ変えて、BO3 あんまやってないんで、BO3 あ、じゃあで、BO1 やりま面しょう、白ポン BO1。と、これと、とか、クソもだかんな。いやー、BO1 でやりましょう。そうしましょう。じゃあ、これいこうかな。よし。指名対戦一本選手対戦リクエスト。基本は白黒をずっと回してるんですけど、私もエスパーコン大好きですよ。先月それでミシックたくさん登ったんで。くちょっと でもうとりあえず青白で今回もやろうかなーとか思ってて、もう調整までして、出かけていったのに。帰ってきた月曜日に体調が無理みたいな 感じになってて、まもうだ調子今週火曜日なんですよね。大丈夫ですか？大丈夫じゃないですねこれ。 なんなのマジで。 はーい何これ。じゃあ、このフェッチランドを切らずにマナが出るっていう状態、面白いですよね。しましたよ。手札の中にフルハウスと1枚ずつのカードが3枚ありますよ。私、紙で MTG してるときに、同じような状態になったら、ポーカーうまいですねって言われたことありますよ。ちょっととりあえず重たいやつ捨てましょああ、確かに重たいです。もう大体終わっまあまてあまあ、るもう、大体終わってると思います。きましたね、3番目。とりあえず、もうダメ、もう、早く除そうです去ね。です。いや、これは、ずるいですね。僕のティグにハイドロイドがいっぱいいるんで。ハイドロイドがいっぱいいるんで、ちょっと4マナだったらこっちの方がハイドロイドに強いみたいな。ちなみに今手札に3、2枚ずつですね。カードが同じカード2枚ずつ。もうターゲットされても負けなんで。そうですね。
すみません。お腹はそんなダメだったかな、このデッキ。いやー、2マナで、いやでも2マナで始めたのが悪かったんだな、全部。2マナで始めたのが悪い。いやでも、早いデッキだったら別に土地にキープしてもおかしくないですよ。よいしょ。さあ、まあ一瞬で終わってしまったという。あ、もうもしかしたら僕、花山さんと戦うとマナが事故るのかもしれない。いやー、けどなー。あのデッキってマナの枚数少なかったっけ？そんなことないよな。5、20。25枚は少ないか、うん、ちょっと少ないな。いや、ミッドレンジだったらちょうどいいんじゃないですか。いやー、なんかどこまで行っても早く終わる。